おっぱいは世界を救う。はい、今日は千葉某所、うなぎ釣りまた来てます。まあ多分釣れるか分かりませんけど、昨日から今日にかけて一応まあ雨降って今水が濁った状況で、今日もスカイツリーが輝いております。まあ場所は相変わらずね伏せますけど、まあこの後釣れるかどうか、まあ釣れなかったら3連続釣れないということで、まあなんとかなるんじゃないかと思うんですけど、まあちょっと頑張ってみたいと思います。では開始します。はい、まあ1時間ぐらいって当たりもなかったんで、まあもうあと1時間ぐらい頑張ってみたいと思います。今日はねなんか釣れる気がする、なんとなくだけどね、まあ釣れたらいいなくらいでやってますけど、まあどうですかね、まあなかなかね難しいです。うなぎはね釣れた人は神だと思うね。まあ俺なんか釣れると思ってなくてやってるからね、出した神だと、まあ今日もどうせ釣れないで帰ろうと思います。まああとは、まあ、1時間か1時間半か分かんないけど、餌がなくなるまでやりたいと思います。ではまた頑張ります。よしよしよし、よし来た来ました。よしよしよし、釣りました。電気暗いかな。よしよし、はい、釣れました。完璧ですね。どうこれ、ほら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 。こんな感じです。はい、うなぎ、先ほど釣れたやつ。はい、こんな感じね。バッチだね。今年初だね。あとはもうちょっと1時間ぐらい続けてみたいと思います。はい、先ほど釣れてから、1時間ぐらいかな経ったんだけど、まあ当たりもなくなりました。とりあえず釣れた動画が撮れたんでよかったと思います。まあ、こんな感じなんだけど、まああと餌なくなるまで続けてみたいと思います。まあ現在時刻が22時30分ですね。まあ多分地合いは終わったと思うんですが、まあ、餌がなくなるまでちょっと続けて、その後帰りたいと思います。多分ね、多分エンディングになっちゃうかなこれね、まあ今日今季初1匹釣れたんで、まあ、満足して帰りたいんですけど、まあよく言えばもう1回ぐらいこうチリンチリンが聞きたいかなというのが、まあ、希望ですかね、まあそんな感じで、まあ、見ましたけど、まあ、この赤いシャーザクの方、こちらの方がなんか俺と相性がいいみたいで、今後ともこの竿は使っていきたいと思います。まあ、1000円の竿なんだけどね、あっちの奥に、ね、一応ダイソーの今日ね800円のやつ買って、あとリールの500円のやつ買って、ダイソーセットを買ってみたんですが、あちらダイソーだけあって当たりがありません。でもね、ダイソーの、まあ、値段入金の性能はいいと思うので、まあそんな感じで、まあ適当に喋ってますけど、まあ次回もうなぎ釣りでお会いしましょう。でエンディングになるんだよね、多分ね。はい、今回うなぎ取ってきたんでさばいていきたいと思います。庭からお送りしてます。まあこんな感じで今うなぎはちょっと仮死状態で冷凍庫に入れてありますので、
用意するものがまな板で千枚通し、そしてカッター、包丁、キッチンバサミで、こちらが80度ぐらいの、あの温水と、あとこれは水洗い用の水で、こちらあの氷が入っている冷水ですね。でやっていきたいと思います。とりあえず仮死状態のうなぎを一度出します。完全に動かなくなってますね。でこれが、天然うなぎと、ね、あの養殖うなぎの差なんですが、養殖の場合はこのお腹が、白いんですよ。で天然の場合はこう黄色い、こんな感じで、今ぬめり取りから始めます。これをはい、さばいたうなぎ、かば焼き状態、かば焼き、まあ焼いてタレ作ってやってみました。あんだけでかかったのにこんな縮んでしまったんですけど、うん、やっぱ串焼きで炭火でやりたいですね、うん、ちょっとだけねいただきたいと思います。あ、ここのあれだな、ちょっとした、うん、これ眉油だ、うん、これ眉油だね、ちょっとちょっとこれだけね、うん、うん、眉油、天然うなぎかなり眉油な状況、まあこんな感じですかね、うん、まあ釣り動画以上となります。さばいたとこを撮ったんですけど、ちょっとね編集の都合上多分載せないかもしれない、まあ最後で言ってもしょうがないんだけど、まあこんな感じです。また、うなぎ釣り行きたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。